はい、皆さんこんばんは。優しい日本語ニュース o n の時間です。先週は風邪をひいて休んでしまいました。どうも皆さんすみません。皆さんも風邪には気をつけてくださいね。はい、このニュースは nhk ウェブイージーなどの優しい日本語で書かれたニュースのホームページを見て。 私ニュース犬が思ったことを皆さんに話しますこれらのページに興味がある人はぜひインターネットで見てくださいはい今日のニュースです SMBC 日興証券介護をする社員は一週間に四日休めるという記事を読みました日本では お年寄りの介護がお年寄りを介護する老老介護や介護をするために仕事を辞めなければならなくなった人がいるなど介護の問題って本当に多いし難しいですよね介護の問題を悩む人たちにとって このニニュューーススはととてもいいニュースだと思いだ思ますこの SMBC 日興証券という会社で働く40歳から50歳までの社員は介護のために1週間に4日休むことができるそうです。もちろん休んだら給料は少なくなってしまいます。でも仕事を 仕事が休めなくて結局仕事を辞めてしまう人もいることを考えればこちらの方が全然いいですよね結婚しない人や子供がいない人子供が少ない人が増えてきています家族もどんどん小さくなってきていますこんな状況でどうやって介護するのかどうやって 介護してもらったらいいのかもっと考えなければならないとニュース犬は思います皆さんはどうしたらいいと思いますかこの会社はいろいろな働き方ができるようにしていい会社があすみませんいい社員が辞めないようにしたいと考えているそうですまだまだこんな会社は少ないようです どんどんこんな会社が増えるといいですね。皆さん、皆さんは介護しながら働くことについてどう思いますかぜひ教えてください。はい、今日はここまでです。ではまた。さようなら。